中央大学玉キャンパス。中央大学玉キャンパスは、1977年6月に、竣工し、翌年の1978年より使用されている、中央大学のキャンパスである。東京都八王子市東中の742番地、1にあるキャンパス。八王子88系の一つ。キャンパスへのアプローチ通路の一部は、東京都日野市にまたがっている。 1960年の幼稚取得当初は、吉木村であったことから、雪村高知と呼ばれた。1964年に吉木村の八王子市への合併が行われたため、所在地の広域名称から、玉高知と呼ばれるようになった。1965年12月から、大学本部、文系学部、文系大学院施設、運動施設等が存在する。もともとは、 神田西基町で創設された中央大学であるが、高知、校舎が狭会であったことから、関東大震災での理災に合わせて、神田駿河台に移転した。その神田駿河台も高度成長期の学生の大幅な増加により、大学設置基準を満たせないこととなり、この対応として1960年、1961年、1965年に、吉木村に土地を購入していた。 当初購入候補地としては、この他に、神奈川県海老名市も候補に入れられていたという。そして1966年5月30日の評議委員会で、将来的には、多摩高地に、大陸施設及び、共用家庭を移転するという方針が議決されて、造成工事を開始した。これに伴い1967年にも、土地を購入して、ほぼ現在の敷地面積となった。 1960年代後半に学生運動が激しさを増すと、その中心的存在であった中央大学でも学生が駿河大キャンパスの校舎を占拠して授業や試験の実施が不可能となり、1969年7月、多摩高地にプレハブの仮設校舎が完成し、文学部が授業を行った。この時期から多摩高地への移転が具体的に検討され始め、 1973年12月16日の協議委員会で、法、教、省、文学部ピルマ部の玉高知への移転が正式に議決された。当初の体育施設及び文系音楽部の教養課程の移転計画から、専門課程も含めた文系全学部全学年の移転計画へと変更されてはいたが、この時点では、駿河大キャンパス、高楽園キャンパスはそれぞれ夜間部、 理工学部用としてそのまま残し、多摩キャンパスの建設費は借金と都心に点在する、飛び地のみの売却で賄う予定だった。1974年に、校舎建設のための予算が組まれて、翌1975年4月から工事が開始された、ものの、折からのオイルショックによって、建設資材が高騰し、またオイルショック収束後には、東京都の地下抑制策によって、 飛び地の売却額が当初見込みを大幅に下回ることになった。そのため1976年5月30日の評議委員会でやむなく駿河台キャンパス残す予定であった夜間部も多摩キャンパスへと移転させて駿河台の敷地を売却する計画への変更が議決された。多摩キャンパスの設計は久米建築事務所が設計を担当し、 ほぼすべてのゼネコンが参加する巨大プロジェクトとなった。道路、電気、上下水道などすべてを一から作り上げる工事は、さながら一つのまちづくりのようであり、完成は1977年11月であった。キャンパスの移転事業は、学内では、玉移転と呼ばれたが、一部学生の反対運動や、ストライキも起き、学年末試験が、レポート提出に切り替えられた。 結局、昼間部は1978年、夜間部は1979年に移転したが、この時移転したのはいずれも3年生以下で、4年生だけが、駿河台高地に残った。これは、該当する学生の入学時に移転を予告できなかったためである。このため駿河台が完全閉鎖されたのは1980年3月となった。移転事業は、 大規模総合大学の郊外移転という共通項から同時期に先行して実施された東京教育大学の閉学及び筑波大学の開学とオーバーラップして語られることも多く文部省が考える新時代の大学モデルとして新しい大学のあり方や経済効果までマスコミや地元の大きな関心を呼んだ。実際には 筑波大学と違って、移転前後で大学の名称はもちろん、学部、学科の組織に何ら変更はなく、学生寮も建設されないなど、大きな相違点があった。多摩キャンパスは、東京都多摩地区に広がる多摩ニュータウンの中北部に、所在している。かつて、南多摩郡、吉木村は、未発達な地域であったが、移転以来の30年の間にニュータウンの都市基盤、備えも進み、 現在中央大学、明城大学駅周辺は、中央大学、明城大学、帝京大学や各種の専門学校を中心とした、完成な住宅街が形成されている。多摩キャンパス設置当初は、京王線多摩動物公園駅からの徒歩及び、成績桜川丘駅からのバスで通学するしかなかった。少し遅れて、 JR 中央線と予田駅からのバスも開通したが、交通の便の悪さから、陸のことを、と揶揄されたこともあった。しかし1990年には、小田急玉線と、京王相模原線がそれぞれ全線開通し、2000年には、新たに開業した多摩都市モノレール線の大大学、明城大学駅の改札口が、キャンパス東門、新設と接続されたことでアクセスは、格段に向上した。 多摩都市モノレール開業前は、JR 八王子駅、JR 橋本駅、京王線京王堀の内駅、京王線成績桜ヶ丘駅、京王線多摩動物公園駅からも、京王電鉄バスが運行されていたが、いずれも廃止されている。また廃止を免れた、唯一のバス路線である豊32系統も、モノレール開業に伴い毎時2から4本に、大幅減回された。 なお、多摩キャンパスは、東京都八王子市に所在しているが、同市の中心駅である JR 八王子駅、京王八王子駅から、公共交通機関を利用する場合は必ず多摩市、日野市、多摩市などを経由しければならない。自動車によるアクセスの場合でも、最短ルートを通る場合は、日野市、平山地区を経由することになる。多摩キャンパスには、本部棟、研究棟、 各学部棟、大学院棟をはじめ、学生棟や、生協棟など、計22棟の建物のほか、体育館、陸上競技場、サッカー場、屋内、屋外プール、弓道場などが整えられている。ただ、安保闘争が激しかった時期に設計されたためか、妙な設計も所々に見られる。現在、同キャンパス内には、以下の諸施設が設置されている。今後、 少子化により首都圏の大学を中心に学生の獲得競争が加熱することが予測されている。アクセスが悪く通学に負担を要する郊外のキャンパスは敬遠される傾向にあることから各大学で都心回帰の傾向が広まっている。実際に東洋大学や協立女子大学が郊外のキャンパスを都心に移したところ受験者数が急増するなど結果が現れており、 多摩地域で最大級のキャンパスを持つ中央大学でも看板学部でもあり最大の学生数を要する法学部の都心移転計画が進められている。中長期事業計画中央ビジョン2025の経過報告によると法学部を2023年度より順次文京区大塚の新高地と高楽園キャンパスへ移転する予定となっている。また2019年度には グローバル人材の育成を目的として国際経営学部を多摩キャンパスで国際情報学部を市が矢田町キャンパスで開設した。新学部の設置は1993年の総合政策学部以来となる。さらに多摩キャンパスに健康スポーツ科学部、歌唱を開設する構想がある。 多摩キャンパス開設から相当の年月が経過しているため設備の老朽化が進んでおり、リニューアル工事や新校舎の建設などの対応が行われている。2020年東京オリンピックを控えた都心部の不動産価格上昇、政府による定員規制もあり、2018年現在、法学部以外の都心移転予定はない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。